どうもロシングルです。フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと、続きをプレイしていきましょう。前回はね、おじいちゃんですね。名前は何だっけ、サムだっけ、サムですね。サムフィンチ、軍人だったんですけれども、鹿狩りの最中に崖から鹿に落とされてしまったんで亡くなったんですよね。開くかな。はい、わお、次なるステージが開いちゃった。何これ、天井裏だね、完全に。よいしょっと。After Sam died, my mom and Edie got really close. サムが亡くなってから母さんとイーディは近しくなった。二人とも多くを失ったから。母さんはドーンですね。イーディはヒーバーさん。なるほどね。おばあちゃんと母親ドーンは近しくなったと。はい。ここ赤ちゃんの部屋だ。よいしょ。狭い屋根裏。お、なんだ。ん？これ誰だ？K。ん？ Dear K, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone?これを読むしかないのか。グレゴリー、ああ、おかしなことが起こってて自分だけ見えてるみたい。あ、赤ちゃんだ。僕たちには見えないものが見えてない、見えてたんじゃないかな。アバアバアブブアバアブアブ。赤ん坊になりきんなくていいんですよ。え？グレゴリー。うん。はい。パシャン。わあ、自由放題を。あ、カエルだ。僕は今カエルをコントロールしております。よいしょ。お風呂の時間終わりよ。さあ、いい子ね。ちょっと待って。グレゴリーはドーンの兄弟ですね。ドーンが一番上でグレゴリーが3番目ですね。末っ子です。アッパッパー、アブアブアブ。もしもし、サム、今は話したくないって言ったでしょ。なにこれ、かわいい。わあ、わあ。彼の姿はどんな感じだったか。よいしょ。わあ、これ楽しい。ほい。このカエル、わあ、群れだ群れだ。カルビーに本当に似ていた。つかめないのか。空想にふけていた。何を見ていたにしても、わっと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 、うわすげえ。うえ、なんかいろいろできるね。よいしょ。ほい。うえ、いけるか。あー、いけない。このボールは。よいしょ。ウィン、全部落とせってことかな。はい、はいはいはい。あ、落ちない。うん、ほい。あ、もっと上までいけそう。いけるよ。ほい。うん、もうちょいだな。ほい、まだか。ほい。あ、E が落ちた。あと1個。はい、オッケー。全部落ちた。あ、上に。わあ、彼を幸せにしたのは間違いない。おい。よいしょ。ほい。せーの。まだか。ほい。まだ？ほい。わあ、ドゥイー。ほい。ビヨン。あ、いけそうなんだかな。はい、もう一回。うわお、あれ届かねえな。うわっと、いや、取れた。バカらしく聞こえるだろうね。ほい。シャンプーかこれ。赤ちゃんが幸せすぎるって心配するなんて、なんという贅沢な悩みだ。
どこかに行ってしまいそうで。ごめんごめん、グレゴリー。ああ、お湯が抜かれちゃった。Maybe if I hadn't called that, もし僕が電話してなかったら。え？じゃないのか。え？ちょっと待って、グレゴリーに聞かせたくないから。ん？人形がゆっくり転がってる。不思議。ビューイン。あ、私がここに来ればいいということかな。うわあ、違った。よいしょ。こうね。それ。ほい。やべ。僕たちに教えてほしかった。どんな世界を見ていたのか。うわお。待って待って待って。なんかあれじゃね。あれじゃね。ほら。ケイ、わからないことがたくさんあるんだ。あ、グレゴリーのこと。妄想だ。水中の中の妄想だ。いやー、ちょっと悲しくて楽しい。こんな最後だったのか。君のせいでこうなったんじゃない。線を抜かなきゃ。線抜きましょう。よいしょ。上に上に。あー、吸い込まれる。幸せだと。そしてきっと君の幸せを願ってる。うわ。Good luck, Kay. やば。赤ちゃんの時に死んでしまったのか。お風呂に入ってたものすべて置いてある。グレゴリー、76年から77年。うわ、これほらグレゴリー、うわー、たまらん。赤ちゃんが亡くなるのだけはほんとつらいものがあるな。これは母さんが詩を書く姿は想像できないけど、これが1969年から82年、13歳か。ガスのお話を。ガスに捧げる詩。結婚式はやめとけってずっと言ってた人。タコだ。父さんが私たちを叩くことはなかった。少なくとも強く。あの日思春期の弟が偉そうに言うまでは、うちの庭でやる結婚式に出るくらいなら死ぬよと。これ結婚式会場じゃん。文字を吸い取って、すげえ演出。何この考え方。わあ、ファンファンファン。最強かこの回答。何に当たっても全然落ちねえな。おら、やっぱこれトーテンポールだったんだね。何だったろうと思ったけど。よいしょ。どうすればいいんだろう。なんだなんだ、読めない。はい、もちろん父さんは来させた。でもガスは遠くで立ってた。ただタコを上げ、嵐は心の中に閉じ込めた。ポエティックだな。ほいほい。すー、やめさせようとしたけど、彼女と会うこともなく、ママ母はいらないと言ったのを覚えている。傷ついてんだな、それなりに。ああ、結婚式は始まってる。あれ、どこ見ればいいんだ。ん、ドラドラ、情報ください。これか。それ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 。写真を撮るのにこっちに来いと父さんが言った。でもガスは拒否して中指を立て答えた。怒りがすごい。そしてなんか雷の音が不穏だよね。風が強まり、慌てた島の鳥の群れは現れ、すぐに消えた。でもあの日人間がしたのはテントに入ることだけ。嫌な予感。あ、誰もいない。そうだね、雨降ったらみんなそっち行っちゃうよね。うん、雷の日にタコをあげてはいけない理由が多分もうすぐ判明するんじゃないかと思います。それ
あ、それそれそれ。すごっ。何これ。雨が土砂降りになっても誰も恐れなかった。父さんが粗雑に流行ったテントが自然の中で壊れるなんて。壊れた？え、壊れた？あ、バチ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 言ってる。どうなる？雷の音は大きすぎて怒りの力に溢れていた。でも父さんは音楽をもっと大きくというだけ。嘘だろ。父さん、父さん、あの日あなたのこと。嘘だろ。息子をこんなほったらかして。やべ、めっちゃ楽しい。これ、このタコ揚げ楽しすぎる。わあ、ああ。ああ、嵐で。あ、なに。大丈夫？大丈夫だ。大丈夫だった。クラゲみたい。あなたのことを考えていたと言えればよかった。浜辺で一人ぼっち。あなたと風と海とあぶくだけ。でも私は考えなかった。あなたが見つかるまで。テントに巻き込まれたのか。ガス。彼のことは話さなかったものの、私がもし男だったらガスと名付けていたと。うわー、お母さんの兄弟はことごとく不幸な目に、しかも子供の間に亡くなってしまってたわけだ。これはつらい。相当聞いててつらい話ですね。すげえ、家の中にクライミングのあれがあるよ。練習場。これ開かないか。やっぱり兄弟を亡くした後、母さんは屋根裏に引っ越した。当時はそれが行ける限り一番遠いところだったから。ああ、兄弟を亡くすとこの家系は遠いところ、家の一番遠いところに逃げるという風習があるのかもしれない。うん、いろいろあるね。これは彼女はひと夏カルカッタで家を建築するプロジェクトに参加していて、私の父サンジェイに出会った。あ、なるほど。ちょっと中近東系の顔ですね、お父さんは。すご。そういう活動してたんだね。これは悪かな。母さんは卒業して1週間後インドに引っ越し、英語を教える仕事に就いた。これドーンの物語かな。ホーリーバイブル。宗教のことも母さんは話さなかったけれど、父親を亡くしてからそれが救いになったのだと思う。うん、なあ、そっかそっか。辛いこといっぱいあったからね。そうもなるでしょう。はい、では次回はこのベランダから外に出て、また別の部屋で家族の物語を読むこととしましょう。今回はここまで。アリベデルチ。